月光ゲーム愛の悲劇88は、アリス川アリスのデビュー長編である、推理小説。学生アリスシリーズの一作目。本作は、相川哲也と十三の謎の一冊として、東京草原社より観光された作品である。本作をはじめとする、学生アリスシリーズでは、クローズドサークルもの,の事件が定番であり、本作では、火山の噴火で孤立したキャンプ場が舞台となる。また、 同シリーズはエラリー・クイーンの影響を受け、全長編作品にクイーンの国名シリーズに習って読者への挑戦が挿入されており、本作では第5章と第6章の間に挿入されている。さらに本作においては、Y というダイイングメッセージが残されていることから、クイーンの代表作 Y の悲劇にちなんだ副題が付けられており、また、 火山の噴火で窮地に立たされた中で推理を行うという設定は、迫り来る山火事の中で推理を行うシャム双子の謎を連想させる。なお、7月に1988年度第1次夏合宿が行われており、本作で行われた矢吹山キャンプは1988年度第2次夏合宿になる。このミステリーがすごい。 1989年17位。A と大学推理小説研究会のメンバーたちは、夏休みに合宿でやってきた、矢吹さんのキャンプ場で、有林大学、神南学院短期大学のグループと共に楽しい、時を過ごしていた。しかし、3日目の朝、神南学院短期大学の山崎さゆりが下山すると、柿き置きを残して、姿を消していた。皆が戸惑う中、 突如として山が噴火する。噴火が収まったところで下山しようとした一行だが、山崩れにより道が閉ざされて下山が不可能となってしまった。翌朝、有林大学の戸田文雄の視察隊が発見され、地面には Y という文字が残されていた。いつ来るかわからない救援隊を噴火と謎の殺人犯の恐怖に怯えながら待ちわびる一行に、 翌晩二度目の噴火が襲いかかり、噴火が静まると、一式肖像の姿が消えていた。さらにその翌晩には、北のつとむも、視察隊で発見され、今度は、筆記隊で、Y の文字が残されていた。いつ終わるとも知れず、激しさを増す噴火活動を前に、生命の危険にさらされた一行は、決死の下山業を決断し、互いに励まし助け合いながら道なき道を進むが、 再び起こった噴火に大地が大きく揺れて、吊り橋が川よじ、ついに万事急してしまう。もはや救助を待つよりない一道を前に、神は一連の事件の真相を解明しようと、推理を試みる。本作品を原作として、鈴木優樹の小作画で、月光ゲームの題で漫画化された。コミックブレードマサムネ及び、コミックブレードゼブルにて連載。単行本は、全一巻。 掲載紙は以下の通り、株式会社 RRJ の運営するスマートフォン向け朗読サイト、キクボンにて配信中。ありがとうございます。